はい、生のキッチン大塚さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。人気の韓国料理にチャプチェがありますが、本来は韓国の春雨を、長い春雨ですね、太めのを使うんですが、ちょっと大変になってしまうので、いつもの春雨で作っていきましょう。お手軽です。材料です。はい、春雨乾燥の状態で 100g、 合い挽き肉にしました牛と豚ですね、 150g、 そして人参が中ぐらいの1/4本、えのきだけは小さめのパック半分で結構です。きゅうりも1本使います。タレです。これ覚えておくと便利ですよ。お醤油だけ大さじ3ですが、砂糖、ごま油、すりごまは大さじ2ずつ、そしてお好みの量のおろしにんにく量用意してください。だいたい2分の1かけ分ですね。その他に炒める油、塩コショウ、ごまなどご用意ください。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では作っていきましょう。まず簡単なんですが、このタレを覚えておいてくださいというのからいきますね。お醤油が大さじ3杯入ってます。ここにお砂糖大さじ2、これ普通のお砂糖でもいいですよ。今ねちょっと色のついたものを使ってますけれどもね。そして、はい、すりごまも大さじ2、これもすりたてが美味しいですね。あとはごま油大さじ2、これね、ごま油たっぷりめ入れた方がいいですよ。そしてニンニクの量はお好みですけれども、一応2分の1かけからにしました。1かけ分入ってもいいと思います。これ作り置きしておくとね、ちょっと炒め物にかけようかなって言うと、いい香りの焼肉のタレになります。ということでポイントです。はい、これが大変だったら市販の焼肉のタレでももちろん結構です。いや、作りたい、ね、これだけの調味料でできますからね、ぜひ作ってみてください。さあ、そしたらこの出来上がったタレの3分の1ぐらいの量をここに入れてください。ひき肉です。大体でいいですよ。大体3分の1入りました。でよくこうやってね、混ぜ合わせておいてくださいね。はい、揉み込みます。でお金に余裕があったら、これ牛の薄切り肉でやるとまたね、美味しくなりますが、でも合い挽き肉でもね、ポロポロになって全体に絡まって美味しいですよ。さあ、これをフライパンに入れちゃいましょう。ちょっと油引きますか。でひき肉なのでね、油出るのでいいんですけれども、もしくっついちゃうフライパンだったら大変なので少し入れました。はい、炒めておきます。でその他にやっておくことがこちらです。はい、人参ときゅうり細切りです。どちらも塩を振って少ししんなりさせてます。あとはえのきだけね、これ優等生ですよね。いつも同じ値段でたっぷり入ってますので、今日は半分使いました。長さ半分にして、おがくずついてるところは落としちゃってくださいね。はい、香りしてきましたね。さっきね、少し練ったので塊で炒まっていきますから、食べ応えもありますよ。はい、で、きゅうりだけちょっと水気絞っておこうかな。人参はそんなに水出ないんですけれども、きゅうりはね、水気出るので塩して、ね、絞っておきましょう。これで歯触りがコリコリっと美味しくなりますからね。はい、OK です。さあ、ではここに入れていきましょう。人参入ります。はい、人参ね、あんまり太かったらよく揉んでくださいね。はい、混ざったらあとはえのきだけ入ります。ちょっと油足しますね。えのきだけも下の方くっついてるので、包丁で切り込み入れると切れやすいですよ。ほぐしやすくなりますからね。はい、 OK。 では、そう、大事なことをね、言うの忘れてましたが、春雨、熱湯で1分ぐらい茹でてざるに上げておいてくださいね。決して水洗いしないでください。揚げたらそのままです。そうしないと吸わなくなっちゃうから、汁をね。さあ、ここまで来たらもうできますよ。はい、きゅうり入ります。汁気絞ったきゅうりが入って、さあ、もうここで火止めちゃいましょう。で、春雨ね、このお湯を切ってある春雨ですけれども、ここに入れてもいいんですが、余計な熱が通らないようにちょっと大きいボウルに移しますね。はい、そして残しておいたこちらのタレをちょっとずつちょっとずつ入れて味を整えていきましょう。時々味見してくださいね。
あとね、胡椒が入ってた方がピリッとしますし、お好みでね、辛いの入れてもいいと思いますよ。はい、ほぐしてほぐして、さっきも言ったんですが、水洗いしないとね、すごくこう吸収がいいんですよ、このタレのね。はい、さあ、で味を見てちょうどだったら OK です。でこれね、ゴールデンウィークで人がいっぱい集まるときに、これでは 2,3 人分なのでペロッとなくなっちゃうから、何を増やせばいいかというと、春雨を倍量ぐらいにしてください。具はね、そんな増やさなくていいですから、この春雨が増えると食べ応えありますからね。はい、全体同じ色になったら OK です。今日はね、サラダ菜じゃない、レタスですか、レタスと一緒にちょっと盛り付けてみましょう。巻いて食べてもいいですし、あとは生春巻きの中に入れて具にしてもいいですよね。はい、ポイントです。はい、冷めても OK です。これ出来たてよりもね、冷めた方が味が馴染んでまた美味しいのでね、ちょっと試してみてくださいね。さあ、後で具乗せますからね。はい、完成です。はい、できました。はい、具後から。普通の春雨で作るお手軽チャプチェでございます